はい、皆さんどうもこんにちは。ワンディアンのユーポンです。はい、今回はまたまた新しいスクイーズが出ました。ということで今回そちらを紹介していきたいと思います。そちらがうなぎ職人ひろしさん、監修のここが違う日本うなぎ、プニプニ感が違う、伸びる感が違う、リアル感が違う、購入してきました。では今回はこちらを紹介していきたいと思います。うなぎの職人ひろしさん、こいつがひろしさんなのかな。はい、でここに富士山、うわー、なんかプルプルしてる。はい、こんな感じ。うわー、なんか気持ち悪い。でもなんかもうこのようにこのような感じです。え、でもなんかね、顔は可愛い。でね、こちらのね、裏のこの色の具合がすごくリアルです。もうこんな感じです。やばい、これキモい。これリアルすぎでしょ、これ。うわーみたいな。ではね、触っていきたいと思います。ここでにしようか。あ、ちょっと硬い。確かに今まで触ってきたスクイーズのプニプニ系のスクイーズでしたら確かに違います。なんか病みつきになる。確かにそんな柔らかくなくてちょっと硬いんですね。このようにこうめっちゃ硬い。でもこんなになんかちょっとその硬さがいいんですよ。なんか病みつきになるっていうか結構気持ちいいです。で、伸ばしてみたいと思います。え、やばい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 。いきます。ぜひ皆さんもこちらのスクイーズを見かけたら購入してみてください。こちらゲームセンターの方で撮ってきました。では、ご視聴いただきありがとうございました。おつぽん。